森川を引き出します。ベンドラメと河村、ベンドラメスッと入っていって、さらに河村押し込みます。押し込んでバンクショット。このマッチアップのところでもベンドラメがパワーの違いを見せました。パワープレーで押し込んで渋谷2桁10得点。石井が川村切り裂いてノールックのパスを通しました。須藤のスリー決まりませんでしたが、今の川村のヒット行っていればそんなに難しくないんですか。ベンドラメのスティール、須藤川村、ここはバックコートの横浜避けなければいけませんね。まあ、前回戦った時もですね、河村のスリー、これはショート、結構多かったんでね。東京ダービーとは打って変わった姿をハリルソンが見せています。河村入れ替わって、河村のダブルクラッチ、っと決めてのボーナスワンスローとはいきませんでしたが、やっぱり広田さん、河村のスピードにはなかなかついていけないですね。ジョーンズへちょっとパスが流れました。ベンドラメ、河村、河村のドライブ、ね、ディスパス、レフトライレジェンドレフト、河村のスピードあふれるドライブが見せましたね。そして石井が入っていって、ノールックベンドラメリバースレイアップ。いや、ここのところですよね、ヘルプで甲斐選手が出て、結果的にカバーダウンが第3クォーターです。エンド変わって右から左に攻めます。渋谷のポゼッションでスタートしました。ベンドラメあっさりとここは第3クォータースタート、得点をしました渋谷です。河村のスリー、まあ、1本ここは河村沈めてきました。外国籍が落ち着いてパスを流している渋谷、ちょっと最終的に、まあ、フィニッシャーです。今度はジョーンズとアウダ、ベンドラメのトップからのスリー、ベンドラメも決め返しました。さあ横浜後半1度目のタイムアウト使ってるんですけども決めきれない、はい、なかなか難しいところですよね、